皆さんこんにちは、いくよママです。大会10日前になりまして、先ほどトレーニングして測定してきたんですけど、体重が減って45キロは理想でしたよね。 BMI も 17% 台にいて、人生ないぐらい少ないなんですが、体脂肪が増えてまして、何なんだろうってトレーナーさんに聞いたら、運動量に対して食事の量が追いついてないので、しっかり食べてくださいって言われました。タンパク質だけ取って糖質カットみたいな感じをしてると筋肉を使ってしまうので、体脂肪が増えてしまう結果になってるということで、食事制限実はそんなしてないんですけど、ご飯とかそういう形ではしっかり食べれなかったりするので、帰ってきてこんな感じでご飯作ってみました。見えるかな、牡蠣と豆腐と小松菜ときのこと最後にお餅、この中に実は餅が入ってます。これをいただいて、あとね、生姜も入れた。めちゃくちゃほらお餅が入ってます。お餅は脂質ゼロで、おいしいおいしい。お餅食べて筋肉がつくように頑張ります。さっき笑いました。この格好でトレーニングして、トレーナーさんに、近藤さん今日なんか見た感じが女の子ですねって言われて、え今まで私男の子私女の子だよ。あ、子じゃないか。はい、女ですなんか体が小さくなって女の子って感じがしましたって見た時に、でトレーナーに言われて、わあ、それがいいのか悪いのかわからないんですけど、前回の大会よりもかなり体が変わりました。前回の大会と違うことは、食事制限、お酒制限一切してませんなんでかっていうと、前回すごい頑張ったじゃないですか、食事制限とか。大会の時にギスギス感が出てしまって、あとこう疲れとかそういうのも出てしまって、あんまりこういいコンディションではなかったんですね。今回は最後の1週間だけ節制して、そんなにストレスなくやって、その代わりトレーニングはしっかりやろうって決めました。ジムの場所が変わって、いろいろなトレーニングの機材が増えたこともあるんですけど、ハムストリングスを思い切りやってます。結構な感じで体に効いてるのかなと思ってます。8月1日の私の体よりも今の体の方がかなりいい感じなんですね。皆さんにもご期待していただけるんじゃないかなと思ってます。くよママ、なんでボディメイクとかダイエットが継続できるのっていうことよく聞かれるんですけど、ダイエットして20キロ痩せましたとかね、25キロ痩せましたって言うんですけど、すぐリバウンドを繰り返して、逆にリバウンドすることでどんどんお体が大きくなっていっちゃう方っていると思うんですよ。リバウンドしない法則があるので、それお伝えしたいと思います。私もリバウンドで苦しんだことがあるので、参考にしていただけると嬉しいです。一つ目なんですけど、期限を決めないこと。多くの方が2ヶ月でとか3ヶ月で20キロ痩せたいとか決めてらっしゃる方がいるんですけど、皆さん考えてください。3ヶ月で20キロの油を落とすっていうのは、やっぱり相当のストレスだと思うんですよ。最初こう集中してやるっていうのは私も悪くないと思うんですけど、ダイエットっていう生活をする上でスイッチを入れるという意味で、それは悪くないと思うんですけど、とりあえず3ヶ月と思ってたら、絶対その後反動が来てめちゃくちゃ過食になったりとか、必ずリバウンドします。期間はちょっと長め、私なんかはもう一生綺麗でいるためにダイエットとかボディメイクをやろうと思ってます。なのでたまには食べちゃう時があったりとか、取り返しがつくというか、短期集中でやってる方ってこれをやっちゃいけないとか決めてるので、その反動ってめちゃくちゃあると思うんですよ。
まあ、私だったら3ヶ月は絶対お酒を飲まないとか、うん、決めたらやっぱりやるので、その反動って大きくてめちゃくちゃリバウンドしちゃうんですね。リバウンドしないためには期間を長めにする、私のように一生ボディメイクやろうって決める、そうするとリバウンドがしにくくなります。2つ目、目標を自分軸にすること。結構リバウンドしちゃう方ってダイエットを成功したらなんとかちゃんに告白しようとか、なんとかちゃんと付き合ってもらいたいなとかね、なんとかちゃんにこうしてもらいたいとか、なんとかさんにこれをこうしてもらいたいとか、目標を達成した時のご褒美みたいのが自分軸じゃなくて他人によって変化があるものだと、結構挫折します。ダイエット成功したらなんとかちゃんに告白しようと思ってたんだけど、なんとかちゃんに彼氏ができちゃったから、もう今まで頑張ったのにやけ食いだーとかね、なるわけですよね。例えば私だったらボディメイク頑張って大会に出ようとか、私が決められるので目標としては明確なのでリバウンドなく頑張れるかなと思います。ダイエット成功したら、お洋服を買おうとかね、意外と成功しやすいし、リバウンドしない理由になるかなと思います。よくね20キロ30キロリバウンドしちゃったって聞くんですけど、人間ね1日で20キロ増えるわけじゃないんですよね。リバウンドもちょこ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 増えてるんですけど、皆さんそれに目を向けてないわけですよね。なのでちょっと食べ過ぎたなとか、今週運動不足だったかなと思ったら体重計を測ってもらって、あ、これはいかんと、ちょっと増えちゃったので戻そうとか、こういうのがすごい大事ですね。皆さんなんかもう目を背けちゃうんですよね、自分がこうリバウンドちょっと始めてるのも。だいたい 2,3 キロ太ったものだったら 2,3 日あれば取り戻せます。体が重くなったなと思ったら体重を測定していただいて、そして調整をすると、それの繰り返しですね。だから長いスパンで見てるとそういうことができるんですけど、短いスパンでそういう失敗をしちゃうとまたそれもストレスになってガーッと過食しちゃったりとかする方が多いです。まあ一番は本当にストレスがなくできるのがリバウンドがないことかなと思います。もう私なんかはもうトレーニングしてる方が気持ちいいんですよ。だから続けられるんですよね。トレーニングしてもうシャワー浴びてベッドで横になってる時のこの心地よさは正直エッチよりもいいかもしれないと最近思ってる今日ママです。まあそのぐらいですから、トレーニングやらないわけがないんですよ。皆さんもボディメイクとかこうお食事を体にいいもの、こう油になりにくいものを食べて心地いい状態に持ってきたら一生リバウンドはしないと思います。ストレスを溜め込んで我慢するから爆発してリバウンドするんですね。皆さんね、私と一緒に心地よく長い目で一生綺麗でいようとかね、かっこよくようみたいな気持ちでね、ボディメイクに励んでいくといいのかなと思います。皆さん今日よりも明日素敵でかっこよくいれるようにね、今日を少しだけ頑張りましょうね。ゆきよママでした。ではまた明日。